なんか喋ってる途中で切れましたが、すいません。喋ってたら切れました。20%だ、充電が 20% になりました。あ、そうそうそう、探し物。そう、イヤホンなくした。イヤホンないと生きていけない。私生きていけないわ。イヤホンなしじゃ生きていけませんので、意地悪しないでもらっていいですかね。どこですかね。ないですね。ないです。なくしました。エアポッツなくしました。やだ。私もあのイヤホン、あの何なくしました。ワイヤレスのイヤホン、普通のイヤホンまでなくしたってことは、私イヤホンゼロだ。今持ってるイヤホンゼロになりました。1万2000円払いました。払った。どうしてもう一個買ったってことか。そういうこと。もう一個買ったの。スタンドイッチさん、こんばんは。大丈夫。ガーンだね、ほんとガーン、ガーンですよ。カラオケで使ってないよ、イヤホン。 LINE ライブのカラオケはね、イヤホンなしでやってるもん。ピョンドくん、こんばんは。つぼつぼ、こんばんは。ケンワン、こんばんは。頑張ってください。ありがとう、頑張ります。ありがとう。ミッチェル、何この何、人でありがとう。今のね、時刻何時だ。10時、ただいまの時刻10時6分。まで配信しようかな。今日もね、今日はもう1時とかに寝たいね。1時頃には寝たいな今日ね。お風呂入って、12時までに寝れんじゃない。無理か。私が寝つければの話ね。寝つけたらもう10時ぐらい、あ、12時ぐらいまでには寝れるんじゃないかな。寝れないかな。寝たいよね。あと明日何時に私が家出るのかっていう、ちょっと電車を調べてみたい。そう、明日ちょっと早起きなんですよ。明日早起きなのでショールームちょっとラジオ配信しながら、もしかしたらお化粧とかするかもしれない。ちょっと待ってね。わ、なんて駅だっけ明日。漢字が難しくて、あれなんて読むんだろう。これだ。に、明日の明日しまして、日付とね、時間を設定と設定して、これであなたは行きなさいということですね。はい。なので、あ、大丈夫。あのね、難しい漢字、
聞いて、私の中で難しい感じって本当に皆さんの中で簡単な感じなんですよ多分。分かんない、私の難しいのさレベルがさ低すぎてさ、多分本当特定できないよ、絶対絶対特定できないから大丈夫本当にやばい。さっきもさカラオケ配信の時にさ窓って漢字が読めなくて、窓、多分窓って漢字が読めなくて、ちょっとあの何時だ、19時からの枠でカラオケ配信やった時にアーカイブ見てほしいんだけど、アーカイブでなんか歌歌ってて、ね、窓って出てきたんだけど窓が読めなくて、え何これってなって、んあ窓かとか言ってるからだから窓でも難しいだから私の中では、だから絶対特定できないと思う、無理だよ私の難しい私の難しいは本当に難しくないから、多分みんなみんなが読めるやつは難しいって言ってる、あ窓か言っちゃってるから本当に。もうさここに行きますと、でま、11時までに配信終わらせたいとして10時9時9時とかに起きよう、9時に起きよう、9時に起きます、9時に起きて、なんか10時くらいからもしかしたら配信するかな、9時に起きて、うんかな、9時半とか、うん、いやわかんない、どうだろう、9時45、10時前くらいからショールームしようと思う、10時前くらいかな、何時に起きちゃうかな明日、まあなんか早く起きちゃったら早めに配信したりしちゃうかもしれないけど、まあショールームはサブチャンネルですのでね、はい、サブチャン、サブチャン、チョコミント美味しそう、チョコミントアイス食べたい、美味しそうや、世界の車窓からっていう番組あったよね、そう今はサブチャンだから、これサブチャンネル、これサブです、本ちゃんは LINE ライブなので、ショールームサブチャンです今、サブちゃん、自転車の僕は全力で立ちこぎ、坂道を登ってく、ルルルルルル、ここじゃない道と回りすれば平坦で楽なのにね、チョコミント歯磨き粉の味してたんだけど昔までは、でもなんか大人になったら食べれるようになったので大人になってみてください大人になってみてね、そしたら食べれるようになるよ、遠回りした結果足を痛めました、帰り道は帰り道は遠回りをしたくなるよ、バヤメもルナちゃんと一緒でチョコミント、え、そうチョコミントになってきちゃった最近、やばいやばいよ、そうだから子供だからこれから大人になったらいいんだよ、そしたら食べれるぞ、歯磨き粉だなとか言って、歯磨き粉の味がする僕はまだ子供、はい子供です、カズキは子供です子供です、まだまだフリーズゲー、あーフリーズゲーやっちゃった、また関
西人はちょ苦手なチョコミント。あ、そうなの？関西人そうなの？なんでなんでだろうね。スースーするの苦手な私は赤ちゃん、バブバブですね。それはバブちゃんですね。お嫁とそんなに年変わんないんだけど、19ぐらい、20とか。チョコミントアバターかわいい。チョコミントだ。フリーズうまいでしょ。そう、私フリーズうまいんですよ。だから急にみんなに止まったって言われちゃうの。歯磨き粉の味、歯磨き粉ってメロン味でしょ。メロン味の歯磨き粉使ってるの、かわいいね。そんなかわいいことしてるの。なんか私も昔はいちご味とかなんかそんなの使ってたな。ひろさんさんこんばんは。嫌いな人多いよ、なんでだろう。自分もダメ。まだまだ若いってことだ。これからこれからこれから。僕とあなたは4歳差です。18歳？まだ子供だな。18歳なんて18歳なんて子供だな。まだまだ4歳差。もしかして17 18。お薬舐めたねはいちご味でした。覚えてんのそんなの。もう覚えてないよ。バナナ味好き、いちご味好き、チョコミントアバターその2 めっちゃ持ってる。お嫁さんより年上だと思ってたけど勘違いだったか。え、何歳なの。動いてるバイメ久しぶり。いや嘘だって、動いてるバイメ毎日動いてるから。 LINE ライブ来て、 LINE ライブ毎日2時間やってる。アンパンマン歯磨き粉、アンパンマン歯磨き粉は使ってたの。大人だから私、うん、ガキっぽい大人。大将こんばんは、やっほー。そう、何歳さって。私は21歳、今年22歳だよ。4ヶ月さ、え、同い年か。22歳の代、18歳子供って言った。大人でしょ、子供だよ。18歳なんて、18歳なんて子供子供。なんかちょっと調子に乗った大人みたいな、なんかちょっと調子に乗った大人だよ。なんか18からさ成人になったじゃん。なんかなんかちょっと違うよ、子供だよ18歳なんて。なんか今思うもん本当に。なんか20歳も子供だった、成人じゃない全然、子供で。21歳になって半年経った今やっと分かってきた。あーガキだな自分まだまだガキだなっていうのもめっちゃ感じるし、20歳って子供だなってすごい思う。まだまだ子供だよね正直。多分25歳ぐらいまでは私ガキだと思う。よろしくお願いします25歳まで多分ガキやってます。22歳になれば臆病者になる。確かに22歳になるとなんかちょっとどうだろう、なんか落ち着いてくるのかな少し。学生に戻りたい、わかる。学生戻りたいよね。死んでも絶対大人にならない。じゃん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 。年上と年下、私年下も年下と仲良くなることが多くて、年下も好きだし、年上、私お世話されたいから年上も好きだしって感じですね。なんかわかんないけど、あの構ってくれる人が好きです構ってくれる人とじゃないと一緒にいれない。高校生なんて4年前よ、信じられん。え、じゃあガチで私と同い年なの。リトは制服着たらきっと JK に見える。いや絶対無理がある、もう無理があるぞ絶対。いけるかなとか言って、いけるかな。そう、構ってくれる方じゃないと無理ですね、一緒にいれないですね本当に。どんなに年、例えばなんかなんだろう、なんだろう、わかんない。
何が言いたかったか忘れちゃったもん。忘れちゃったよ、忘れちゃったけど、忘れちゃったよ。でもなんかわかんない、年下とは仲良くなる、すごく仲良くなるんだよね。年下に好かれるタイプです。だからね、年上の友達が欲しいの私。年上のなんかアイドルとかの友達欲しくて、可愛がられたい、お世話されたい、年上の女の子に。高校生半年前だって。もうやっぱ半年くらい経つとね、恋しくなるよね。わかるわかる、学生時代恋しくなる。甘えん坊、うん、まあ甘えん坊なのかわかんない。猫なんで、基本猫なんで、気分屋なんて気分ですね気分によります、あの猫なんで。ただウサギなんで、ほっとかれると無理です。ほっとく人は無理です。ほっとかないでほしい。ほっとかれたくはないけどって感じかな難しいですよね。あ、みんな友達になりましょう、ぜひなってください。私とほっとかれるのは本当に無理、ほっとかれたくはないし、そう難しいでしょ。そう、猫なんですけどウサギなんで、だからなんか、え、ほっといてみたいな、こう今そういう気分じゃない、ほっといてみたいな感じで態度ではやっちゃうかもしれないけど、そけなくしちゃうかもしれないけど、結局ほっとかれるのは好きじゃないんで、ほっとかれたりすると、え、なんでほっとくのみたいな、なんでほっとかれてんの私なっちゃう。道理でほっといて選手権勝てなかったわけよ確かに私には合ってない、あの歌は。ほっといてよなんて絶対言わない、言っちゃうけど、多分言っちゃうけど、ほっとかれたくない。多分ほっとかれたらガシ、孤独死するそう、ほっとかれたら孤独死するから。え、かまってようではないよ。かまってようはさ、ワンちゃんじゃん、犬っぽい性格じゃん。なんかかまってようではないんだけど、なんか基本だから、なんだろう、なんていうの、かまってようはやらないけど、まあ私ここにいるんでみたいなスタンス、私はここにいるんでみたいな、ここで日向ぼっこしてるんでみたいな、だけどあんま遠くには行かないでほしい、ここなんかそばにいてほしい。でなんかかまってようってわけでもなく、なんかここにいればいいみたいな感じかっていう感じ。寂しくはされたくない、寂しくはされたくないけど、だからなんかよくその何、卵とかと遊ぶ時とか、ミーナとか遊ぶ時もそうだけど、なんか別に何かしたいわけでもなくて、一緒にいれればいいの。だからなんか同じ空間でなんかそれぞれ隣にいるけどみたいな、隣にいるけどそれぞれ携帯いじってたり、なんかそれぞれ違うことしてたりとか、それでいい、なんか隣にいてくれればいいみたいな感じのタイプです。なんか寂しいのは嫌だ、ほっとがれたくはないけど、だからといってめちゃめちゃかまちょするわけでもないしみたいな。そう、なんか私はここにいるんでみたいな、ここにいるんで、はい、ここにいます遠くには行かないでって感じ、私ここにいるから遠くには行かないでみたいな、このなんか半径この県内ぐらいにいてくれたらいいよみたいなくらいですね。乙女心は複雑
そうだからもうなんかこの間な卵と話したんだけど、なんか別になんかしたいわけじゃないんだよねって、いや私卵と話したよね、えこれ誰と話した話、私卵と話したよね多分、なんか別になんか何かがしたいわけじゃなくてみたいな、一緒に寝たらいいんだよねって、なんかだからご飯食べに行ってなんかそれにダラダラ話したりとか、そんくらいでいいよねみたいな話になった気がする。マジニワトリ。ゆめちゃん何型？ A 型。私は A 型です。ディズニーの時、いや普通にご飯行ってる時、私たちめっちゃご飯行くんですよ。てか会ってても写真とか載せないから、そう写真とか載せないから、もうなんか本当に仲いいとさ写真とか載せなくなるじゃないですか。その幼馴染と会うみたいな感じの時とかも多分載せないと思うんですけど、ほぼこの間とかもご飯一緒に行ってるけど写真撮ってない、一枚も撮ってない。この間私が池袋に用事があって、でなんかで、あのさ明日池袋行くんだけどさって来てって言って、いや別になんかご飯夜ご飯に誘ったわけでもないの、なんか別にご飯食べれないかもしれないけどみたいな、来てほしいって言ったら分かったみたいな感じで来てくれて、別になんかご飯食べるとかでもなく本当に予定決めずに会ってみたいな、でまあなんかブラブラしてみたいなお話して、写真も一枚も撮ってない、一枚も写真撮らないし、まあ結局ご飯食べに行ったんだけど、ご飯食べに行って話してみたいな感じなんですけど、そう本当そんな感じだから、なんかお散歩とかするだけで楽しいんだよね。友達とさお散歩したり、まあ、あの地元にね仲いいさ友達がいるからさ、その子とよく散歩行ったりしてます。そう超プライベートでいつも遊んでる久保玉と、写真載せないで、写真撮るっていう行為に至らないんだよね多分、なんかいつも会ってるからわざわざ写真を撮らないみたいな感じ。久保玉とか昨日5時から C 行ってきたよお散歩、え何それ楽しそう、いいないいな、フットワーク軽い友達は最高だし大事、それな、フットワーク軽い友達は本当に素敵。カワウソカフェ、え何それ、いいのいいの、あバイトお疲れ、夏美夏美お疲れ、 LINE ライブ大丈夫、全然大丈夫、ずっと昔からここまで仲良しだった、久保玉とは初期の頃めっちゃ仲良くて一瞬一瞬仲良くて、でその後なんかいろいろ選抜だったりとかも離れて仕事で会うことがなくなったので話さなくなっちゃって、いつ頃から復活したのかな、そう一瞬仲良かったんだよね、一瞬仲良くてラストアイドルになって2ヶ月ぐらい3ヶ月 2ヶ月ぐらいはなんか一瞬仲良くて、その後なんかちょっと離れちゃってあんま話さなくなって、ほんと最近だね、サバイブからだ、サバイブだ、なんか私サバイブまでどこか久保玉とはなんか合わないと思っていたの、なんか結構さ久保玉ってあざといキャラじゃん、でなんかあざとくてなんか可愛くてみたいな女の子みたいな感じで私とは違うなと思ってたので、なんかあと勝手になんかファンの皆さんでなんかあざとい担当みたいな感じで、なんか私と久保玉をなんかこうまるでなんか敵のように比べられてたんですよ、ファンの方の中で。サバイブ期間になんか久保玉とオーバーみたいなあざといキャラで被ってるからどっちがあれかみたいな、そうでも久保玉のあざといと私のあざといは全然違うから、だから
から全然比べられないんですよ。比べ物にならない。まあどっちかというとミミタンと久保田は同じジャンルのあざといだと思ってて、私違うの、私はそういう感じじゃない、なんかまあネタじゃん、なんかお笑いじゃん多分私のあざといって。で、まあ、バラエティーとしてあざといをやってる感じな気がする。わかんないけどね、わかんないけど、結構笑い入れたりしてあざといをわざとやったりするので、あのまた違うなと思ってたんだけど、なんかそこで勝手に比べられちゃってて、でそれで私がなんかちょっとなんて言うんだろう、モヤモヤしてる、モヤモヤしちゃって、言われすぎて、それを言われて、でなんか結局何だっけな、なんかの時にそのサバイブのね帰り道とかに、帰り一緒な一緒で一緒に帰ろうってなったんだよ久保田と。でなんかそこでなんかサバイブでさ、うちらはさあざとい担当みたいになってるじゃんみたいな、私が相談してあざとい担当になってるじゃんみたいな、なんかさ正直さあざとい担当ってさ辛いよねみたいな感じの相談をしたの久保田に。で久保田もいやそれなみたいになって、なんかあざとい、なんか自分の強みとしてっていうか、なんか他の人がやってないもの、あざといなんかそういうセリフを言うとか、あざといキャラでやるとか、そういうのやっぱりそのラストサバイブの期間は大事だったからやってたけど、でもそのあざといをやって負けた時のメンタルの傷つき方が半端じゃないんですよ。本当に恥ずかしい、本当に恥ずかしいの、もう今すぐ穴に入りたい。もぐらのように地面に潜っていきたくなるんですよね。例えばなんかみんなに大好きだよとかやって、それ負けるじゃん、本当にすぐ土に潜りたくなるよね。でなんかその例えば可愛いプリプリのお洋服とか着てなんか本当にうってやって負けて、その後の気まずさ恥ずかしさ、でもそれをやらなきゃっていうのでやってて、ちょっとさ無理してやるじゃないけど、無理してやらなきゃさ、だってそん普通そんなメンタルじゃいられないよラストサバイブ。本当はだってめちゃめちゃなんかバラエティじゃないし、あそこはバラエティじゃないし、なんか真剣勝負で真剣に判断される場所、真剣にみんなが審査してる場所で、そこで思いっきりさあざといことやるっていうのは結構勇気がいるし、結構メンタル的にもなんて言うんだろう、強く鋼のメンタルでいかないとできないんですよあの場でね。やっぱりバラエティとかでやるあざといセリフとは違って、ああいう真剣な場所でやるっていうのは叩かれるリスクもあるし、周りから冷たい目冷めた目で見られるリスクもあるし、そんな中でやって負けてっていうのが本当に辛かったのね。でもやらなきゃみたいなっていうので、私が久保田に相談したんですよ。同じまあなんか一応ねあざとい担当と言われてましたので、久保田にね、あのさ辛くないって言って、なんかあざといことやって負けた時のさ恥ずかしさとさ辛さやばくないみたいな相談して、それでなんか意気投合して久保田と、それなみたいな、本当にみたいななって、そこからかな多分、あの帰り道に話して、そこから仲良くなれた気がしてる私は。でなんか結構遊びに誘うようになって、な久保田ふっかるだからさ、そうふっかるだから、で私が誘ったらいつも来てくれて、いっぱい食事行くようになって、今では今ではもうめちゃめちゃ仲いいですよ。一番仲いいかもしれない今は。本当に恥ずかしかったから私はあざといことをだからよく言われたのは、なんかすごいよって言われた、なんかあの場であのあざといセリフを言ったり、あざとい行動したり、あざとい曲を歌ったりするのって
私にはできないみたいな、そういうメンバーもいたからさ、私にはできないよみたいな、すごいっていう意見も言われたね。だから私はそうだ、これはみんなができることじゃないってこれをできるわ、私は強いみたいな、私はできるっていうつもりでやってた、ずっと私はできる、私はできる、そうだね、明るく明るくやってたね。昨日の敵は今日の友、え、ほんとそれ、ほんとそれになった、もうガチでそれになった。私だって久保玉には負けたくないって言ってたんだよ、友達に、友達になんか明日久保玉とのなんかサバイブの時ね、サバイブの時なんか久保玉とのさ戦いがあるんだけどさ、本当に久保玉には負けたくないみたいな感じのことを言ってた、まあ敵対視してた相手だったんだけど、なんなら今一番仲いいからね一番仲いいからね、なんかね性格もね似てるんだよ、多分性格も結構似てて、うちら似てるからこそめっちゃ仲いい。なんかミーナとかは私と性格が反対だからこそ、なんかこうプラ磁石のプラスとマイナスみたいな感じで仲良くなったんだけど、久保田とは逆になんか同じだから仲良くなれたって方の仲良くなれたですね。同種族だった同じ人種、同じ人種の方で仲良くなれました。そう、たまちゃんと性格似てるんです私、本当に。そう、敵対心、そうあったよ、そりゃあったよ。まあでもあれはねバトルだったからね、普段から敵対心とかはしてないよ、全く全くしてないよ本当に。あれはああいう企画があってバトルですよ、勝ち負けですよっていうのがあったから、あそこで負けたくないって、やっぱり自分は選抜っていうのにも入ってきたじゃん、今までさいろんな選抜にも入ってきたしっていうのもあった。普通になんかそのあざとい人種っていうのも関係なく、関係なく今まで選抜に入ってきて、でなんかその活動させてもらって、だから選抜に入れなかった子たちより私はその分経験も積ませてもらったし、経験させてもらったのに、なのにその経験を生かせてなかったとか成長できてないとか、そうなっちゃうのが悔しくて、だから負けれないっていうふうに思ってた。まあ、あざといとかそういうのなしでも負けたくないって思ってましたね。負けたくないとか負けれない、なんか申し訳ないじゃん逆に、なんかえあの子さ選抜入ってたのにさみたいな、それもなんかちょっと本当に今まで応援してくださってるファンの方とかにもさ本当に申し訳なくなっちゃうし、なんか自分の推しを誇らしく思ってほしいじゃん、ちょっとは。なんか自分の推しのことなんか推してて恥ずかしいと思われたくないから、だからなんかゆめちゃんって選抜入ってたのになんか何にも成長してないしとかさ、そんなこと書き込まれてるのファンの皆さんの目に入ってほしくなかったから、だからちょっとでもなんか本当負けないようにしなきゃみたいな感じの感じだったね。負けない、負けたくないっていうよりかは負けないようにしなきゃみたいな、勝ちたいより、これね言ってたんだけど、メンバーみんなで言ってたんだけど、正直あの時勝ちたいより負けないようにしなきゃとか、負けらんないみたいな、負けたくないとか、そっちを思ってました。勝ちたいとか勝つってことよりも負けちゃダメだの脳みそになってたの。だから勝って嬉しいより負けなくてよかったみたいな、わかる、その雰囲気、あのラスアイサバイブのあの雰囲気、もう本当に勝って嬉しいとかじゃないんですよ、負けなくて本当によかったみたいな、負けちゃダメだみたいな、負けたらどうしようみたいな雰囲気でしたよね。そっちだった。だからまあ終わったから、もう終わったから、もう終わったもう終わったからあれはもう終わりました。頑張ったね、
みんな頑張ったね、本当にみんな頑張ったよ。あの誰かしら脱落してしまうんじゃないかと思ってたから、でマネージャーさんとか大人の人が言ってた。私もそう思っていた。自分が脱落すると思っていた自分が絶対逃げ出してしまうと思っていたですけど、それでも1年前の話だよ。やばくない？1年経ったって。てか今何時？私お風呂入るよ、そろそろね。あ、40分か。そろそろお風呂入らなきゃ、12時に寝なきゃね。22時39分、ありがとう、お時間教えてくれて。ヤガミさん、尊いありがとう。ケスケ、なんだっけこれ、なんだっけこれ、なんかうーんってやってる、なんだっけ、誰ですかこれありがとう、タクバラありがとう。あ、タツノウトシゴ、それやそれやそれや。じゃあランキング読んで終わろうかな。はい、では13位エチゴのトンヤ、12位ビョンドク、11位ハリー、10位エスト&H、 9位ライルタル、8位ヤッチ、7位アリサ、6位キョウジ、5位ブッチャン、4位リョウタロウ、3位ケスケ、2位ケイ、1位がワボさん。ありがとう、みんなありがとうございました。来てくれてありがとう。明日もよろしくお願いします。明日もよろしくお願いします。皆さん LINE ライブは19時からと21時からなので来てください。ショールームはできそうな時にやるので、まあ朝やりますかね、多分朝とか、あとはまあこうやって LINE ライブ終わった後とかかな、なんかにするので来てください。はーい、ありがとう、本当にみんなありがとうね。またね。じゃあね、ありがとうございました。